茨城星三つグルメ、水戸市浜田屋のラーメンが星三つらしい。茨城面白研究所。どうもー、ネギデカ茨城。もう茨城県の形になってます。どうも、茨城県のスペンキンスペンキンです。私がデル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 デレスケです。はい、カメラ持ってます山中隆俊です。さあ、ということで星三つグルメでございます、はい。まあ、こちらの企画はですね、茨城県内の茨城県内のですね、星三つと噂されるお店に行きまして、はい、実際星三つなのかどうかを検証する企画でございます、はい。そして今回我々が来ているのはですね、水戸市浜田にあります浜田屋さんの本店に来ております。もう水戸に何店舗かある、うん、もう人気店でございますよ。そうですね、もう我々もねよく行ってますよ。特にあの県庁の近くのね。そう、県庁とかね、よく行きますよ、はい、本当にね、はいはい。そしてこちら本店のですね営業時間でございますけども、うん、10時30分から、23時まで。お、22時30分がラストオーダーということでございます。じゃあもうお昼ランチタイム終わっても、はい、続いて投資でやってるわけですね。おっしゃとーる。結構イベントもいろいろやってるんですよ。あ、イベントね、なんかレディースデーとか。あー、なるほど、こういうイベントね。そう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 、はいはいはい、こういうなんかこの男性にはこの時いいですよとか、いいですね、そういうイベントもやってますし、はいはい。さあ、そして今回何をいただくかですよ、はい。もうね、食券で買ってきました。今回こちらでございます。はい、浜田屋中華そば。おー、こちらを今日ね、星三つもやっぱ看板メニューですよ、浜田屋さんが。メニューも豊富で、はい、豊富セットとかもそうなんですけど、そう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 、ラーメン自体の種類も多い、かなり選べる感じですね。そうなんですよ、はい。あ、いいですか、こちらを、はい、お願いしたいと思います。ありがとうございます。お願いします。あ、お願いします。ねえ、これで皆さん分かったんじゃないですか、はい。今撮影がクリスマス前に撮ってるってこと。あ、確かにね。これ多分そうですよね。早い早い早いよ。失礼します。お待たせしました、中華そばです。いやー、来た、早い。浜田屋中華そばでございます。いやー、来ました。はい、ねえ、具もいろいろあっていいじゃない。ほうれん草にチャーシューになるのに、なんかザ醤油ラーメンという感じの。そう ね, ね、いや、うまそうね。え、じゃあちょっと早速、はい、いただきます。見てください、この透明感のあるスープ。ちょっと年齢がちょうど黒いんで見たかったけど、ちょっと伝わるでしょ。でも、うん、あの丼の状況から、そうね、丼の状態ですでに伝わってました。大丈夫です。はい。ああ。鬼うま。いや、ザ醤油なんだけどさ、うん、鶏ガラ。はいはい。いい柄してるよ。いい柄出てる。わかる。わかる。うまい。もう本当にいわゆる昔ながらの王道の醤油なんだけども、めちゃくちゃうまいね。なるほど。麺、はい、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 麺、来ました。縮れ系ですね。はいはい、縮れの。いただきます。うん、にうま。うんまだよ。すごい。今店員さんの反応を気にしました。はい。ちょっと待って、ちょっと待って、皆さん。にうま。にうまだよ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 。思ったより無反応だなって思って、ちょっと見ましたよね。ちょっともちっとしててね、うん、いやいや、縮れが最高だよ。なるほど、美味しそう。これはね、うん、老若男女が愛する味ですね。おー、
みんな大好きよこれ。なるほど、なるともいいよ ねやっぱラーメン、昔ながらの感じのね、ねえ、シンプルなナルト、シンプルなナルト、なんかあのメンマがしっかりしてるような、そうだよね、結構大きいよ ね太いし、太いすごい、ジェンガみたいなね感じだよ ね確かにサイズ感は確かに確かに、はい、あメンマそれって食べるの、うん、麺とメンマを間違えた食べ方してない、いや面白いね、うまい、あそうやっぱいいよねこの歯ごたえ、なるほどね、メンマ好きなのよ、なるほど、その麺の食べ方でメンマ食べてる、うん、麺の食べ方でメンマ食べてる、あねすごい、うん、歯ごたえは最高だし、はいはい、このねザ・鶏のお醤油が染み込んでるよく、なるほど、だから噛めば噛むほどメンマから出てくるのよ、なるほどね、美味しいスープが、なるほど、最高だよ、麺の食べ方でメンマ食べてる、麺の食べ方でメンマ食べる人いる、いい、名前が似てるからこれ、あほうれん草でしょ、はいはいはい、はい、これもねやっぱりねいいよね、アクセントになるよね、あほうれん草を多分麺の食べ方で食べようとしたけどいまいちよくわからなかった細長いものじゃないから、そう、ね、難しい、でも多分麺の食べ方で食べようとしてた、おいしい、じゃチャーシューいっていいかい、ね、結構大きいよ、ね、大きいのよチャーシュー、チャーシューももう大きいのよ、チャーシュー大きいよね、大きい、あまた一口でいっちゃうもんな、おお、うん、ジューシー、うん、ジューシーで溺れそうだぜ、鬼馬は諦めたんですかもしかして油とお肉のバランスが絶妙、なるほど、油とジューシーさもありつつ、うん、お肉のお肉感もありつつ、うん、もバランスが最高、なるほど、たまらんよこれ、麺うまいね、うん、それメンマです、それメンマです、麺を食べる感じで食べてたけどメンマです、いやメンマです、それ違う、メンマだけど麺を食べる感じでいつも食べてるから、まあ俺がとやかく言うことじゃねえか、いや逆に麺の食べ方が普通と違うすすらない、うまい、あいやー最高でした、はいはい、最高の一杯でしたね、浜田中華そば、はい、星いくつですか、星3つでございます、おーあーあーあああ出ましたねあいやこれはもう文句なし星3つですよ、はいはいはい、やっぱね皆さんに長年愛されてる、うん、もうこの理由が分かりますよ、やっぱ中華そば食べてください、ね、僕まだまだ食べてないラーメンいっぱいあるんで、うん、いろいろ行きたいなと思ってるんで、はい、僕もまだまだ買いたいと思います、はい、皆さんもぜひでございます、はい、皆さんチャンネル登録、高評価、グッドボタン、拡散お願いいたします、お願いします、えもう一回聞けて、いや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 、ね、いや食べるのを、はい、待ってるのがめんどくさいからやめてほしいと思ってる、はい、そうですか、はい、はい、また行きます、まあでもそうね、はい、まあまたね、もう我々普通によく行きますからね、はい、また行きたいと思います。